見てください、このジャケットすごいかっこいいですよね。この商品、ジャペックスさんから発売されているノックスのアーバンプロマーク3になります。めちゃめちゃかっこいいですよね。メッシュジャケットになるんですけども、結構ライディングする上でもですね、メッシュジャケットとなると、まあ、各種メーカーさんですね、様々出されていますけども、やっぱりライディングジャケットっていうのはお値段が張るので結構悩みますよね。私なんかも今ですね、メッシュジャケットは2着ですね、持っているんですけども、色的にもですね、この青とこの赤とですね、ブルーっていうのは持っていたんですけども、以前からこのブラックのですね、ブラックが欲しかったんですよね。でもなかなかですね、買うとなるとまた結構お値段が張るなとかですね、持っていたところにこの定評のいいジャペックスさんから発売されたこのメッシュジャケットがあるということで、このノックスさんですね、かっこいいですよ。こんなかっこいいのはですね、見たことないですね。このファスナーの部分も、もうものすごくしっかりですね、していて、中のポケットっていうのは、内側のポケットの方は、内側の左側の方にですね、携帯の方を入れるフォルダーがですね、この携帯がですね、すっぽり入るぐらいの内側のポケットがあります。ここは胸部ですね、胸のプロテクターを取り付けるメニューと思います。安心の YKK ですね、こちらにもノックスというふうに書いてあります。デザイン性が本当すごいですよね。このメッシュの素材のパターンでも、この脇の方はもうさらにストレッチ素材ですね。実際に着たとしてもすごくこの伸び縮みですねしますので、すごくいいなっていうのは、まあ直感的にですね、わかりますね。ここのですね、素材が指を引っ掛けるような形になっているので、これも本当いいですよね。クッションのこれはすごいですね。この脊髄、背骨を守ろうとするこのパッドのクッション性はかなり粘りのある防御性がですね、ある感じですね。この肘のですね、パッドもですね、すごくしっかりしている。このショルダーの部分もしなやかですね。これが肘の部分ですね。ほんとこれはすごいですね。中のバッドすごいですね、これすごいです。厚みもすごいですね。これノックスさんの製品と見比べた時も、この他社さんのパッドですね、こんな感じで違いが分かりますかね。厚みに関したら、これは本当ただのスポンジ状のスポンジがちょっと硬くなったような素材になりますけども、これはもう全然質感がもうネバッとした、ぬちゃっとしたっていうかですね、すごくもう厚みが 2,3 倍ぐらい違うと思いますね、この中心部の方になれば。確かにこうやって見比べてみると、もう全然製品自体がもう全く別物っていうのがですね、わかります。今度はこの肘のパッドになりますけども、あ、これも似たような質感ですね。このなんて言いますか、ハニカム構造というか、この大きさの方もですね、これはもう面積自体が 1.5 倍ぐらいですね、違いますので、ショルダーにしても質感自体は同じような素材ですね。やっぱりこの背骨の脊髄を守るこのパッドっていうのは、もう明らかに違いが素人でもわかりますね。
早速もうほんと見ての通りメッシュの素材で風通しはもう抜群ですね。もうほんと裸で乗ってるような、まるでですね裸で乗ってるような感じで、もうほんと最高ですね。この夏にはもうもってこいのジャケットですね。素材の方もちょっとジャージのような質ですね。ジャージのような形で収縮の方はもう全然問題にならないですね。私の方はちょっと体が大きいのでちょっと心配だったんですけども、もうすごくフィットします。本当ジャージを着て走ってるような感じで、なおかつこの安全性がですね、タッドなんかの素材もしっかりしてるとなると、これは本当素晴らしいですね。いやーもうポジション的にもバッチリじゃないですか。でちょっと痩せても見えるような感じのデザインになっているので、これは本当一石二鳥ですよね。これは手にしてよかった。ちょっと前からこの黒が欲しくてですね、欲しかったんですけど、なかなかこう黒ってなるとどうかなっていうのですね。この脊髄のパッドも亀の甲羅みたいにですね、尾底骨あたりまでしっかりですね保護されている感じで、すごく安心感があります。ガイルネパンテーラジャペックス、ジャペックス、中もですね、中の T シャツもジャペックスなんですけども、やっぱり一回気に入ればこのおじさんっていうか、私なんかちょっとこだわりがですね若干はある方だと思います。なのでやっぱりこのジャペックさんっていうメーカーさんを聞くだけで、イメージの写真を見るだけで、私はこれをですね一瞬で選びました。どうです、この背中の感じはもう全然この異物感っていうような感じも全然なくて、ジャケットを持った感じですとちょっと重いかなと重量感は感じましたけども、着てみるともう全然ですね体感としては重いとかっていうのはもう感じないですね。それよりもなんか守られてるなーっていう安心感があるような感じで、今日も今30度になってますけども、この気温でも逆にこうパッドがあるから風を通さないとかっていう感覚はもう全くないですね。ジャペックスさんのこの商品めちゃくちゃかっこいい。こんな商品欲しかったですね。本当本当バイク用品って以前から言いますけども、本当2万3万普通にしますからね。やっぱりこのジャケットにしても3、4万というのは普通の お値段のですね相場になってくるとは、思いますけども、これはすごい誰かに見てもらいたいぐらいですね。かっこいいですね。黒ってもうめちゃくちゃ熱いのかなと思ったら、もう全然やっぱり変わりないんですね。素材の材質なのかどうかちょっと詳しくは分かりませんけども、やっぱ黒ってかっこいいですよね。なんだかんだと年々ですね、いろんなこう優れた商品出てくると思いますけど、もう私のような50過ぎのおじさんでももうめちゃくちゃいいですね。まあ着る瞬間がですね、私の場合は、まあ、肩幅がちょっと張っているので、まあ本音を言えばですねお腹が張っているので肩とお腹が張っているので、ちょっと羽織った時にちょっとまあ腕がですね入らないような感じだと、すごくがっかりするですねイメージがありますけども、これはサイズ的には日本人が普段選ぶサイズ帯で全然問題ないと思いますね。イメージのキャラクターの方が外人さんなんで、ちょっとサイズ的にどうかなと心配になるかと思いますけども、これは本当普段、ジャケットですね、服を着られている ML、XL、まあ、そのサイズで全然問題ないですね。私の場合はちなみに XL です。デザインもそうですけども、やはりその素材自体がですねバイクのライディングに適したものなのかどうなのか、また運転しててですね実際どうなのか試してみないと、なかなか着てみないとわからない面は多々あるかと思いますけども、これを見てですね本当良かったなと思ったらですね、ぜひ購入の方ですねご検討してみてはいかがでしょうか。私的にはもう絶対ありですね。
最後にジャペックさんのホームページからご紹介したいと思います。ジャペックさんのホームページからブランドノックスと検索してみると、こちらの商品先月の8月31日に発売されたばかりです。詳しくはですね、このホームページからいろんな詳しいことをですね見ていただければいいんじゃないかなと思います。まだまだ私の説明では足りないところがですねあるかと思います。それで一番お得な安心なのはこの返品交換受けてまいりますということで、購入から30日以内ですね、未使用であれば交換の方ができますということになっています。またサイズ展開も S サイズから SML XL とサイズ展開も行っています。また詳しくはですね、実際に購入された方の口コミなどもこちらのホームページの方で載っております。アーバンプロマーク3をぜひ購入されてみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃかっこいいですよ。今後ともですね、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしたいと思います。それでは最後までご視聴誠にありがとうございました。またの機会もですね、強ポンチャンネルどうぞよろしくお願いします。Thank you.